こんにちは。今日は、フレンチトースト作りました。いちごもちょっと豪華に乗せてしまいました。上には、蜂蜜かけてます。めちゃくちゃいい塩梅に、ちょっと豪華な感じになりました。で、紅茶なんかも入れてみたりして、なんか家にあったんで紅茶飲みます。あんまり普段こういうあったかい飲み物、あったかいお茶とかあったかい紅茶とかコーヒーとかも全然飲まないんで、なかなかちょっと飲む機会ないんですけど、早速いただきます。いただきます。こんな感じ。あんまりちょっと見栄えは良くないです。味は甘くできました。久しぶりに飲みました。あったかい紅茶、こんな感じでしたね。じゃあいちごも食べてみようかな。果物自分で買うことってまずないんで、すごいなんか贅沢な感じします。ちょっとフレンチトーストの上に焼くことなんで、あったかいです。いちごでも美味しい。果物の中で一番好きです。最後の方ちょっと卵と牛乳の液がどんどんなくなってて、これはちょっとあんまりつけきれなかったやつ。でも美味しい。蜂蜜の程よい甘さ、ふわふわの食感、めちゃくちゃ美味しいです。いちごの甘さと強い酸味で、めちゃくちゃフレンチトーストと合います。紅茶も美味しい。しょっぱいのがあってもよかったかもしれないですね。ウインナーとかベーコンとか、なんか紅茶と果物があるだけですごい贅沢な感じ、優雅な感じがします。美味しい。なんかたまに食べたくなる感じですね。でもフレンチトーストも久しぶりに作ったかもしれないです。最後の一枚。
あ、ごちそうさまでした。いや、久しぶりに自分でフレンチトースト作って食べてみたんですけど、美味しかったです。今日はしかもスペシャルな感じで、いちごと紅茶もう一緒に、すごい豪華でなんか優雅な気分になりました。紅茶まだまだいっぱいあるんで、ちょっとまた飲んでいきたいと思います。なんか蜂蜜と、あ、砂糖全く入れてなくて、蜂蜜とイチゴの甘さで、ちょっと、まあ、気持ち的に健康的な今日は甘いものだったかなと思います。美味しかったです。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それではバイバイ。